さあポケモン表示されました、ロクサスさん対ルッソさん、ロクサスさんのパーティーがラティアス、ラティオス、ハッサム、カバルドン、カプコケコ、月光が対するルッソさんのパーティーがカバルドン、ガルーラ、ミミッキュ、カプテテフ、ウルガモス、カプーレヒレです。さあラティハッサムというと自分はこれゆうきさんに話聞きたいですね。そうですね、ラティハッサムというともう往年のダイヤパールから有名な組み合わせで、はい、まあ、非常に第4世代第5世代 で猛威を振るった組み合わせなんですが、まあ、フェアリータイプの登場以降ラティオスというポケモンがかなり狩りを潜めてしまっていましてね。そうですね、そんなラティアスとラティオスが両方とも入っているパーティーというのはかなりこだわりというか愛を感じるパーティーですね。そうですね。さあ対するルッソさんの方のパーティーは非常に個々の能力の高さのポケモンが多いなという感じですが。そうですね、まあ、今世代から出てきたカプーテテフ、カプレヒレがかなり、うん、まあ、場作りを、行うのに適しているポケモンであって、はい、まあ、カバルドンからでも、まあ、カプーテテフからでも後ろの積みポケモンを展開していけるような、まあ、割と対面というか、まあ、積み系の構築に見えます ね、うん、まあ、ウルガモスもいますし、ガルーラのグローパンチなんかも警戒しなきゃいけないし、ミミキも剣の舞とはありますからね。はい、さあ残り時間が少なくなってまいりましたが、ボクサーさん決定、ルッソさんもギリギリまで粘る。さあこれがウィナーズファイナルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じポーズですね、うん、そうですねラティラティハッサムがウィナーズファイナルまで上がってくるということで、うん、個人的にはどうしてもこっちの方に目を引かれてしまうんですが、さあルッソさん初手がカプレヒレ、対するロクサスさんが月光河から、はい、これはかなりあれですね、お互いのパーティーにカバルドンがいて、はい、まあ、カバルドン展開を阻止するポケモンとして先発に出てきたポケモン同士が勝ち合っちゃった形なんじゃないかなという感じですね。結局あれこれどうすんのみたいな感じになってますが、ああ不毛なカバ対面よりはマシかといった感じでそうですね、まあ、タイプ相性上はレヒレが有利ですが、がこれで一気にひっくり返る。何の技を持ってるかわからないですからね。そうですね、結構が豊富な技タイプとこの特性が非常に厄介、変える、うん、こちらもZ技、水 Z ですね。水タイプを失ってしまったので、うん、月光がこれは耐えるのかなり厳しそうですね。これも、まあ、カプレヒルの前で動くのならば水タイプではないだろうからということで、はい、水 Z をしっかり打っていますね。さあいきなり初手で殴り合い、月光側は耐えることができずダウンです。ただラストシュート当てれたので、うん、ここは後ろのラティハッサムないし、まあ、他のポケモンの圏内までは削れたんでいいんじゃないでしょうか、うんうん、さあここで死に出しされるのがハッサム。これはバレットパンチでちょっと倒すのは厳しいですかね。怪しいですね、うん、さあダストシュートで大きく削れたが、このハッサムの一撃圏内にはちょっと入っているか怪しい。ロクサスさんの意図はどういうところにあるのか、試合の展開を見守っていきたいところ、まあ、ラティの方がメガなのかハッサムの方がメガなのかというのも、そこもそうですよ ね、 ものですよね。そういえば見た目的には3メガになってるんですよ ね、 そうですね、ロクサスさんは一応 どれもそうですね、最近本当に最近ラティナイトが解禁されましたからね、ごく最近ですね、はい、さあルッソさんがカプレヒレを大事にしたい、引っ込めるアベンジャーガルーラ、さあだいぶ無理やりな後出しですがしかしながらおっとロクサスさんのハッサム、ここでメガ進化、打つ技はバレットパンチ、まあ、メガ前のガルーラなので割と入るんじゃないでしょうか、はい、いいダメージですね。しかしながら、まあ、それも厭わずガルーラを投げてきたルッソさんですが、そこまでレヒレを取っておきたかったということなんでしょうか。レヒレを取っておくというよりはレヒレにメザパとかがないと起点にされてしまうのを恐れたんじゃないでしょうか。それよりはやはりバレパンを受け入れた方がマシだということでしょうかね、はい、まあ、さあロクサスさん最後の一体カバルドンをこのガルーラに対して投げていく、まあ、カバルドンのあくびケアにもなりますね、後ろにレヒレがいるので。ああなるほど、その展開も防げると。そしてルッソさんのメガワークはやはりこのガルーラ、まあ、炎技を持ってるんじゃないかなとは思うんですが、はい、やはり持ってますね
ハッサム焼きに来た形で出てきましたね。まあ、しかし第7世代で火力が大幅に下がってしまう、うん、砂嵐のダメージでガルーラさらに削れます。カバルドンのニックネームが非常に不穏ですが、不穏ですが守っているかどうかは分かりません。おっとガルーラ椅子に押してきましたね。そのまま恩返しで殴っていく、まあ、あくびが効かないのであれば突っ張れるぞという形ですかね。ミストが切れるまでは後続を出さないつもりか。お盆の実で回復したのでまだもう一回は大丈夫そう、うん、対するカバルドンも地震で削りにかかります。これでハッサム圏内まで行きましたね。行きましたね。先ほどバレットパンチのダメージが見えているので、さすがのダメージも入って、でこれで確実にバレパンで倒せるところまで来たでしょう。だいぶハッサムの向きの準備が揃いましたね。そうですね。さっきの対面でガルーラを後出ししてきたことを考えると、うん、残りの1体もハッサムにあまり強くないポケモンだろうなっていう、そうですね、予想が立ちますので、ヒレを下げて、まあ、ちょっとガルーラを無理やり感ある感じで出してきたので、うん、ウルガモスがいたら出す対面だったのかなという気がします。ということはルッソさんのラス位置はウルガモスではない可能性が非常に高いということでしょうか。うなんでしょうね、ミミッキュとかその辺になるのかな。そうですね、カバルドンなんかもハッサムに対して投げられなくはないポケモンだとは思うんですけど、あ、来ましたね。このタイミングでガルーラが引っ込む。これは最後のではなくてカプレヒレが登場。 おっとここでステルスロッ ロック。そろそろミストフィールドが切れそうな感じもしますが、倒せる対面であれば問題ないというところか。切れましたね。切れましたね。まあ、首をされる前に波乗りかハイドロポンプで倒してしまおうと。しかしながらそこでは、ハイドロポンプだった場合は当たるかどうかが。ああでも無事に当たりました。ここは賭けに出ましたね。だいぶ。これであとはハッサムで。はい、ハッサム1体が残っていますが、ここからもう Z 技が飛んでくることもありませんし。結構全抜き体制を整えるのは、そうですね、これで、うん、もしかしたら回ずとも、もうレヒレもガルーラも処理できるので、そうですよね、まあ、ちょっと最後のラスイチもウルガモスはなさそうということで、最後の対面を見据えるんであれば回らないで HP を温存するっていう選択肢もなしではないですね。ミミッキュとかが、うん、そうですよね、使えていることを考えると、ルッソさん3体、ロクサスさん1体と数の上ではかなり差がついていますが、まだまだ試合の展開は結末は分からないさ。おっと最後の1体はカプテテフ。バレパンでの抜きにストップがかかりましたね。これでバレットパンチが完全無効か。あー強 い、ね、サイコフィールド強い。こうなってしまうとガルーラを処理する前に焼かれてしまうという。そうですね、あとはもうガルーラさえ繰り出せれば、サイコフィールド状態で繰り出せればルッソさんの勝ちという展開なので。おっと、はい、テテフの持ち物はこだわりスカーフ、まあ、ハッサムが炎のパンチ圏内まで削れてしまえばおしまいですね。炎のパンチ圏内もう入ってる、入ってますね。これはちょっとうまく回復技を使ってしのぐ以外の、サイコフィールドじゃなくかつ体力満タンに近い状態でテテフを倒すのが奥澤さんにとっての勝利条件になってきますかね。これはだいぶ厳しいですね。まあ、かといって時間を稼ごうものならテテフ温存という選択肢も取られてしまうので、非常に奥澤さんとしては厳しい状況。まあ、ただステルスロックを撒いているので、うん、テテフの繰り出し回数を抑制できるので、うまく受け切れれば、あーでも受ける技はないのかな。どうやらそのようですね。サイコキネシスを食らって黄色ゲージに返す、はたき落とすでカプテテフがダウンということで、あ、もうこれはレヒレを先に出し間違えるという以外勝ち筋がないですね。ないですね。あとは押しミスぐらいしか。ちょっともうこれで、はい、ステルスロックが入りますな。これはもう一桁ぐらいなんですか。ステロ耐える HP で温存していたというのはかなりラン数も絡んでいたような気がしますね。そうですね、結果的にはそのような形になりましたが、さあ最後の炎のパンチでハッサムがダウンして詰め切って勝利したのはルッソさんです。おめでとうございます。これでルッソさんは、ウィナーズファイナルを勝ったということで、はい、グランドファイナルに駒を進める
はい、もう1回までなら負けてもいいという圧倒的有利な条件でウィナーズの勝者を迎え撃つことになります。あ、ごめんなさい、ルーザーズの勝者を、はい、迎え撃つことになりますね、はい、で負けた方に